世界征服を企む悪の組織フロシャイム川崎支部。今この悪の巣窟に恐るべき訪問者が現れた。はいはい、あなたたちは。私たちは先日ご連絡いたしました悪の。ああ、悪の組織の。ようこそいらっしゃいました。いえいえ、これつまらないものですが。どうぞ。そんなお気になさらずに。わざわざすいません。さあ上がってください。右からジャバさん、帝王様、そしてメヌフルさん。ベルムスです。プリン帝国ご同業の方だったんですね。実は我々も地球人、世界征服がなかなか進まなくて。うちもそう、なかなか進まない世界征服。そんな簡単に行きませんって。世界征服なんてねえ、はあ、簡単にできるならみんなやってますよ。そうですよ、そうですよね。ああ、なんか少し気が楽になりました。来てよかったです今日。そうですか。ほら、お客様をからかわないの。気にしないでください、うちの居候ですから。ん？ところでプリン帝国さんのアジトってどこにあるんですか？え？その…ババロア？チョコ？ババロアってドイツのお菓子の？ということはプリン帝国さんのアジトってドイツにあるんですか？マジで？レベル高え！すっげえ！ドイツ、そんな遠くからわざわざご苦労様です。いや、イチゴ。これ以上詮索されると我々の正体がバレてしまう。地球の悪の組織の様子も分かったし、そろそろ引き上げよう。それじゃあ私たちそろそろおいとまさせていただきます。おいしいお茶をどうもありがとうございました。ドイツから来たのにもう帰られるんですか？皆さんもいろいろ世界征服でお忙しいでしょうし。全然、もしよかったら泊まっていってください。いや、なんというか。ほら、帝王帰りますよ。帝王、すみません。いいえ、仕方ないですよ、長旅だったんですから。なんせドイツからですから。ドイツ、私たちは向こうで、ドイツのお話聞かせてください。小腹空いたし、カップ麺でも食うか。またカップ麺かよ。うるせえよ。やあ皆さん、よろしければこれ食べませんか？海苔巻き。いや、私のオリジナル料理、名付けてベルムス巻き。ベルムス巻き。フロシャイムを訪れたプリン帝国、怪しげな素振りを見せる彼らの真の目的とは。やめとけよ。牛乳ならスーパーまで行って買った方が安いだろ。いや、お前がそれを承知で買ったとしてもお金がもったいないだろ。だって便利だもん。ベルムスのささっと一品。さあ今日は私が編み出したオリジナル料理をお教えしよう。名付けてベルムス巻き。では材料の紹介。まずご飯、海苔、マヨネーズ、以上。では早速作るとしよう。こうして巻きの上に海苔を乗せて、その上にご飯を盛るのだ。そしてこれ、マヨネーズを一筋巻いて巻いて、はい、出来上がり。ベルムス巻きの完成だ。まずてか貧乏くせ。てか自分の名前つけんなよ。贅沢は敵だ。君も節約を心がけるのだよ。で、バンプさん、この赤い人は。ああ、レッドさん、正義の味方。正義の味方？そう、めちゃくちゃ強いの、レッドさん。でもヒーロー的の強さじゃないの。なんていうかもう、やから、シャレになんないくらい。そんなのがいたら地球侵略できないじゃん。もうジャバさん、侵略なんて人聞きの悪い。侵略じゃなくて征服でしょ、世界征服。そうでした。あ、奥さん、おはよう。ジャバ、あっち、ビール飲む。あの人正義の味方なのにチンピラだし。あよこさんに養われてんの。
あれなんだよ。ほうほう、それで？実は私、プリンで体調をしてまして。なんだこいつ、大勢いるんですよ。自慢かよ。へえ、それはレベル高いっすね。ジャバもベルムスもおしゃべりに夢中。つまらないな、と帝王は思いました。よし、ちょっとその辺を散歩しよう、と帝王は思いました。なにこれ、超ビップじゃねえ。ちょっとあの人やばくね。こっちガン見してんだけど。なんだ、たやけ見てたの。胸に文字出てるんですけど、マジウケる。あ、やべ、バイトの時間だ。マジ、うちのたやけあげる。たい焼きはあったかくて甘いな、と帝王は思いました。おやおや、なんだろう、これは地球の宝石かな。ジャバに見せびらかしてやろう、と帝王は思いました。赤い空はなんだか寂しいな、そろそろ帰ろうかな、と帝王は思いました。ゼロちゃん、ショッピーちゃん、待って。あ、これはやってよ。遊んでもらってるのね。やめたわね。大変だ、食べられちゃう、と帝王は思いました。たまには散歩もいいわね。そうか。あの人、バンプんとこの怪人か。落ちた、漫画みたい。大変、溺れてるわよ。溺れんなよ、怪人のくせによ。助けてやんなさいよ。犬に追いかけられてる怪人に助ける価値あんのかよ。あんた見捨てるの、正義の味方のくせに。鎧着てるから重いのよ。ほら早く、カッパのさんじゃん。ああ、もう持ってろ。あ、なんだよここ、足つくじゃねえか。紛らわしいことしてんじゃねえ。私のジャージぴったりね。横はあれだけど丈はぴったり。別に着替えさせなくたっていいだろう。鎧なんてすぐ乾くんだから。そのままじゃ風邪ひいちゃうでしょ。知るかよ、こいつが自分で川に落ちたんじゃねえか。もしかして私のジャージだからやきもち焼いてんの。うっ、ちょっと、こいつなんでこんなに硬いんだ。お前さ、どこから来た怪人なんだよ。ふざけてんのか、どこだって聞いてんだよ。なんで疑問系なんだよ。お、なに、お前パチンコ玉なんか持ってんの。そうか、お前もパチンコ好きか、パチンコ。おお、そうだ、今から行くか、パチンコ、江戸の花嫁3。よしなさいよ、どうせ負けるんだから。お前にはわかんねえだろうな、パチンコ玉がザックザック出てきた時の喜びが。おお、話がわかるじゃねえか、おめえ。よーし、出すぞ。ん、どうした。おい、パチンコは置いて。帝王、帝王、帝王さん、いたか。ダメだ、こっちにはいねえ。ダメだ、見つかんないよ。帝王、一体どこに。あお、帝王、なぜジャージ。こうしてプリン帝国の3人は帰っていった。そしてその夜、川崎では謎の飛行物体の目撃証言が相次いだのであった。サンレッドにフロシャイム、ババロ星に戻ったら地球侵略のプランの練り直しじゃ。はっ、地球は狙われている。彼ら宇宙からの伏兵はあなたのすぐ隣にいるのかもしれないのだ。